韓国ガールズグループアフタースクール出身で女優ナナの非現実的なスタイルに仲間たちも感心した。ナナは6日、自身のインスタグラムに写真を上げて近況を伝えた。ナナは、撮影途中の休み時間に写真を撮っている。ホワイトのトップスとブラックのスキニージーンズを着たナナは、ヒールを履いて身長がさらに大きくまみえる。ナナの非現実的なスタイルに芸能界の仲間たちも感心した。少女時代サニーは、身長余ってたらちょうだいと述べ、キャクシアンは、なんでこんなに身長が高くなるのと尋ねた。これにナナは、ヒール履いたと現実的に答えた。特にアフタースクールで一緒に活動したガヒは、ああ、また大きくなったと軽く怒ったような様子だ。これにナナは、もっと大きくならなきゃと笑いをいざなった。一方、ナナは現在 MBC 水木ドラマを、ご主人様に出演中だ。韓国で20代カップルが展示中の5億ウォン大の現代アートにペンキで落書きした様子が公開されて話題に。韓国 MBC ガンアナウンサーのソヒョンジン、葬儀場に行く前に短髪自慢の SNS 投稿で騒動。午前はしばらく外出。だけど楽しくないところに行ってきます。葬儀に行くんです。だけど髪がすごく気に入っているから、まだ出発せずにせるかとコメントして自撮り写真を掲載した。ネットユーザーは、葬儀に行くのにヘアスタイルを自慢するのはもちろん、楽しくないところという表現は軽率だと非難。2018年放送の番組夕食堂シーズン2のドイツ語翻訳が人種差別の称賛につながるのでハト疑問提起。イソジンとパクソジュンを見たオーストリア人男性があそこに2人の同性愛者の韓国人男性がいるねと差別的に発言した。テロップにはあそこにかっこいい韓国人男性がいるねと表示。